和光市民の皆様、市内を含む首都圏では新型コロナウイルス感染症が拡大しています。この年末年始は人の動きを抑制し、拡大にブレーキをかけるチャンスです。そして私からは3つのお願いがあります。1つ目、会食の自粛をお願いします。どうしても対面でやる場合には4人以内、感染症対策の徹底をお願いします。そして感染症対策が十分な店を選んでください。2つ目、不要不急の外出を控えましょう。帰省はオンラインではいかがでしょうか。もし実際に帰省される場合は、帰省前の人との接触を減らすなど、大切な人を守るための最大限の努力をお願いいたします。そして初詣は混雑する時間を避けましょう。3つ目、埼玉県からはご自宅でマスクの着用の要請が出ています。感染リスクが高い場所に行ったとき、自宅に高齢者や基礎疾患のあるご家族がいるとき、体調が悪いかもと思ったとき、このようなときはお家でもマスクの着用をお願いします。今年の冬は特別な冬、いつもと違う工夫で大切な絆を深めてください。